はい、どうも、チェンソーマンコラボがね、来たということでガチャ引いていこうと思います。今回はですね、新キャラが9体ですね。9体追加されてて、そのうちのね、デンジとパワーが確定で変えて、で、なんか星8確定ガチャみたいなのが売ってて、で、それでまあ、マキマが出たら嬉しいなって感じですかね。逆にその星8確定ガチャで、デンジグパワーが出たら絶望的って感じかな。あと今回はですね、ゴッドフェスと一緒になってるってことなんでね。なんでね、ちょっと今までみたいにね、100連引いていこうみたいな、モチベーションではないですね。なんて軽く、まあ40連ぐらいかなーって思ってますね。で、まあ出なかったら出なかったらもういいかなっていう感じ。で、もう年末も近いしね。どうせクリスマスと年末と結構ガチャ来ると思うんで、まあ、チェーンソーマン自体はね、めっちゃ好きなんだけどね、ちょっとガチャがね、きついかなっていう感じ。ここ最近マジめちゃめちゃガチャ引かされてて、よければ過去動画見てみてください。爆死してるの好きだよとかだね。マジで見てみて、とんでもないことになってるから。てなわけですね、チェーンソーマンコラボガチャ引いていこうと思います。よろしくお願いします。地政派天使チャンネル。さあ、早速メールの方引いていきます。これがね、開催記念ですね。今回は配布が少ないんで、ダイヤはどうなんでしょう？お、いいじゃん。マキくんじゃん。あ、孤立も8か。いやー、じゃあさ、星8確定ガチャって4分の1なんだ、マキマ。やばいね。これが、買いましたね。いくらだったかな？ 300 いくらとかだった気がするんだけど。ダイヤ？うわ！フェスゲンも対象でした最悪ですね。で、こっからはもう確定確定の、あとはランダムと。いや、配布少なすぎだろ、マジで。地獄なんだけど。これはデンジ君ですと。で、パワーちゃんを引いていきます。パワーちゃんですと。奇世界ドロップはざまーす。で、これマジでマキマ出したいな、ここ。ここで出さなかったら多分もう出ないと思う、ガチからは。頼む、頼む。マジでマキマにして。マジでマキマ。よし！今んとこ最高。今んとこ最高だな。さあ、というわけでね、サイレアをコンプしたんで、あとはもう本当に、5体か。リアリティは結構低いと思うし、確率も 4% だから、まあ、40回引けや出んじゃねえのって思ってる。記念すべき、1回目いきまーす。とりあえずダイヤだよな。うわ、きつよし、とりあえず新キャラね。でも俺あれなんだよな、新しめのフェス券持ってないから。よし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 。とりあえず新キャラ1体目な。あと4体。あれは持ってないんだよね。アマテラスとヨミとか。カノとなんちゃらとか。あの辺持ってないんで、あの辺も多分止まると思うんだよな。よし。2個か。止まれ！よし。よし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 。こっからだからね、でも。よーし、天使ね。オッケーオッケーオッケー。お、パワーちゃん来た、ラッキー。とりあえず5連で1体って感じか。ってことは、あと3回で終わるな。頼むぞ。頼むよ。いいよ。まあ、2個か。止まってくれたら嬉しいけど。よし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 。よしよし、小紅ちゃんね。よしよしよし。お、マキマ来た。よし！いいぞ、あと1体じゃないか。サメだ。あとサメ。すごいぞ。5分の4チェンソーマン。あとサメ。サメでコンプですよ。めちゃめちゃ順調。ダイヤ？ 2 個か。これはきついかな。お、デンジ。被らなくていいっすね。いいけどちょっともうあんま引きたくないかもな。ちょっともうきついな。出てくれ、頼む。サメ！
いいよ。よし、3は熱いな。いやー、引きはすごいけど。てか持ってた俺これ持ってないと思ったんだけどな。知らん間に出たみたい。まあ武器全然あるからね。こいつは全然出てくれていいんだけどな。早くもデンジとマキマが3体目ですと。噂によるとなんかアキくんがなんか、どこだっけな、裏魔門だっけ、あの辺早いみたいなツイート見ましたけどね。頼む頼む、コベニちゃん、デンジ、デンジ4って。いやーもういいんだけどな。やばいよ、目標の40連まであと2回。ちょっと待って、1点狙いはしたくないって。サメ、お熱っ。ダイヤさん、これ来たんじゃないの。止まってくれー、マジで。マジで止まって。さあ、40回目。ここで当てたい、マジで。てか、これ以上は引かないかも。引いても単発で3回とか。本当にそのレベル。頼む、頼む。きついな、1点、これ。あ、ダメだ。こいつ出すぎだろ、マジで。メイファン。ちょっと出すぎか。天使も読んだよ。単発行こうかな、じゃあ。まあ、後半もあるしね。よし、じゃあ単発3回行きまーす。いやー、きついなー。困っちゃダメだよ。そう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 。うわー、コベニちゃんかー。惜しいなー。チェーンソーマーでも結構出てるな。うわ、これも違うじゃん。アキくんがいいんだけど、被るなら。あー、パワーちゃん。パワーちゃん参加。うわ、アキくん1体しか出てねえ。ラスト。さあ、ラスト。頼む。いや、止まっちゃダメなんだって。止まるならアキくん。マジでマジで。いや、マキマかい。ちょっと出すぎか。ちょっとオーラス行こう。オーラス。いや、もうきついってマジで。石が。お、いいんじゃない？なあ、小紅かい。てか、フェスゲンが出ないぐらいチェーンソーマン出てるな。こんなに出るんかい。いや、こんなに出るならさ、もうフェスゲン外してくれてよくない？また固まったよ。うわ、ひらね。いや、こいつめっちゃ持ってるんよ。マジで。マジでいらない。うわ、コンプできんかった。地政破天使チャンネル。さあ、というわけで結果ですね。ちょっと、アキくん一体しか出てないのがね。もう、まあ、どうしようもないんだけど、こればっかりは。ただ、もう引きたくねえな。4、4、3。でも、10、20。ん？ 42 分の26チェーンソーマンってさ、2回に1回出てるってことだよね。確率うるはめっちゃ出たんじゃねえかな。てか、パワーとデンジ出るなら買わなきゃよかったな。なんかこの2人だけさ、めっちゃ確率低くて、2% とかだったんだよね、確か。でまあ、どうせ出ねえだろっつって買ったんだけど。こんな出るんかい。逆にあのサメどうした？マジで。めちゃめちゃすり抜けてんじゃん。いやー、どうしよう。ただね、なんかダンジョンクリア報酬で1回引けるっていうのと、まあ、後半で320円ぐらいのやつがね、また買えると思うから、ちょっと後半戦に回します。後半戦もね、まあ、引けて20連とかかな。12月のクエストで石100個でしょ？その石100個でちょっと出なかったら諦めって感じかな。ちなみにあのサメの悪魔って強いんかね。それこそ複数体必要ですとかなったらきついんだけどな。なんかあれだよな、超つなげ下し系だった気がするんだけどな。違ったかな。姫野さんはね、買いました。一応武器もね、買いましたね、2体。まあ、黒メダル最近余ってるんでね。まあ、武器化もあるんで、まあまあまあ、悪くねえかなって結果。意外とばらけてくれて助かったな。小紅も艦隊は結構嬉しいですね。まあ多分、後半戦でも1体出るだろうと思うんで。さあ。というわけでですね、チェンソーマンコラボ。
後半戦に続くということで、この辺で動画を終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画とアップしてますので、よければ見てみてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。いや、秋くん1ちょっときついなぁ。